世界カーリング選手権2021年世界女子カーリング選手権大会2021年世界女子カーリング選手権大会は2021年4月30日から5月9日までカナダアルバータ州のカルガリーにあるカナダオリンピックパークのウィンスポーツアリーナで開催された世界女子カーリング選手権である本大会は北京オリンピックの出場権を争うこととなっており 上位6カ国が無条件で出場権を獲得する。ただし、ホスト国の中国が6位以内に入った場合、出場枠は中国を除く上位5カ国になる。出場権を得られなかった国は2022年北京オリンピック女子カーリング世界最終予選に、周り、残りの出場枠を争う。日本からは、第38回日本カーリング選手権優勝の、 北海道銀行フォルティウスが出場。日程及び開催地の変更をこの大会は当初2021年3月19日から28日までスイスのシャフハウゼンにある KSS シャフハウゼン遊園地の IWC アリーナで開催される予定であったが新型コロナウイルス感染症の流行のため中止となり日程を変更してカナダのカルガリーで開催することとなった。 バブル、無観客開催新型コロナウイルス感染症の感染拡大リスクを抑制するため、バブル、無観客開催で実施すると、世界カーリング連盟より発表された。バブル、無観客開催で実施の大会は次の通り。トラブル開催直前の4月28日に、ドイツ選手2名がナインティ1 9検査で陽性と確認されたため、 チーム練習初日から活動が禁止された。4月29日、WCF はドイツチームの残り3名のプレイヤーで大会に出場することを許可すると発表した。5月2日、テレビ中継スタッフに COVID-19 の陽性反応者が多数確認されたため、同日午前の試合を延期すると発表した。次の14の国、または地域、 組織が出場する。2021年3月6日時点での世界カーリング連盟発表の国別世界ランキング出場チームは次の通り。太字スキップ2019から20年シーズンの 世界カーリング連盟のオーダーオブメリットランキング4月30日9時4月30日14時4月30日19時5月1日9時5月1日14時5月1日19時5月2日14時5月2日,月2日19時世界カーリング選手権初の8エンダー達成 5月3日9時5月2日14時5月2日19時5月よ各30分5月よ日14時30分5月よ日19時30分5月5日9時5月5日14時5月5日19時5月6日9時5月6日14時5月6日19時5月7日9時7時5月7日19時 当初は5月2日くじに予定されていた5月8日9時5月8日15時5月8日19時30分5月9日8時30分5月9日13時ラウンドロビンの未中ショット以上対象ありがとうございます